はい、どうもこんにちは。群馬県伊勢崎市にあるドラム教室、平田ドラム教室代表講師の平田直幸です。本日は聴音5問目です。こちらをやっていきたいと思います。紙とペンがある方はぜひ用意していただいて、一緒に問題を解いていきましょう。では問題です。いかがでしょうか。まだできてない方はぜひ、巻き戻してみたり、一時停止ですね、していただいて、ゆっくり考えていただければと思います。できてる方そのまま再生していただきまして、答え合わせとさせていただきます。今回ですね、たたたんたたたうん、このように叩きました。まずたは8分音符ですね。でたん4分音符になります。一緒ですね。はい、なので今回は8分音符2つ4分音符の繰り返しですね。たたたうんたたたうん、いかがでしたでしょうか。また6問目取っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。